Thank you.
日本最後の清流四万十川と
紹介されたことで、その後地元の強い希望により四万十川と改められたそうです。四万十川の名前の由来は詳しくは分かっていません。ですがアイヌ語に起源を持つという説や、本流から多くの支流が枝分かれしているため、その多さを表すという説、4万石の木材を10回で運ぶことができるほど大きい川という説もあります。岩本寺から20キロほど離れた現在の四万十町興津の浜に、弘法大師が桜の木を植えました。しかし数年後に浜を訪れた時、桜の花はすでに散ってしまったそうで、弘法大師が嘆いていると浜辺の貝が桜色に変わり、弘法大師は慰めたと言います。この貝が桜貝と言われています。岩本寺の一番の見どころは本堂の天井絵です。全国から募集した575枚もの絵が天井を彩り、圧巻の景色です。列車を降りた後、歩いて散策いただける距離ですので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。岩本寺の次の第38番札所は足摺岬にある金剛国寺で、2つのお寺の間はなんと80キロもの距離があり、四国88箇所札所の間で最も長い距離です。歩き遍路だと3日はかかる修行の道と言われています。
ご乗車ありがとうございました。まもなく久保川、久保川に着きます。お出口は右側です。お忘れ物をなさいませんようご支度ください。乗り換え車をご案内します。時は静岡午後中村行き14時54分。お隣2番と岩佐のご連絡中です。各駅停車中村行き15時30分。改札口横1番乗りがお回りください。また上り特急列車の高知行き8時12号、高知行きの特急列車は15時51分着きました。3番乗り場でお回りください。そのあとグリーンラインで川崎宇和島方面へお越しのお客様、それでは宇和島行きは17時40分ホームがありまして4番乗り場から発車いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく九州線の黒川です。お忘れ物忘れませんようご支度ください。右側のドアが開きます。